続きです、はい、ブレーキ計量を外す、ね、そして、ホイールを外しますかね。ホイール外してただ、ベアリング、OK、はい、オイルシールは取れないよね、これはね、本社じゃないですよ、はい、さて、そしたらばブレーキやりますかね、ブレーキね、はい、ドラムパネルをちょっと、メーターケーブルの脱着がね、非常に気を使う、ね、外すのはそうでもないです、入れるのが大変、ね、ミスると大変なことです、交換になっちゃいますから、やばいですよね。ブレーキパネル分解、ね、ブレーキシュー、で、まあ同じですね、やっぱ硬いですよね、これね、ほら全然ほらすんげえ硬いやばいよこれ、やばいぐらい硬いじゃないですかね、うん、まあね、オーリングうんぬんの、そうそうだね、これをね、これちょっとバラしますね、これね、
他の販売店もね、あれ見たら2月、来年の2月入荷予定になってるんですよ。うん、また入るんですかね。まだ多少ある。どういうあれなのかわかんないですけどね。私のところには声かかってないんで、2月に、まあ、入るかわかんないですけど、はい。そうするとね、いいですよね。だからこれ無理して今買わなくても、その2月の時にね、うん、買えば大丈夫。うんね、だから今高いな、ね、高いなと思うのは、もし2月に入るんだよね、2月に入る分がもしかしたら安くならないか。どう思いますかね。次入るのがあれば安く入るんじゃないかっていうね、淡い期待はないかないよな、高くなっちゃうよな。となるとやっぱり、うん、買えるときに買っといた方がいいのかなって感じしますかね。過去のあれを見るとね、どんどん高くなってもね、うん、もうおかしな話です。はい、やっぱ100万近いプライスでね、出してるところもあるから、まあ、おのずから高くなっていくのかなって思うんですけどね。うちも最初の頃考えたらだいぶ高くなりました。はい、ね、っていうか輸入会社が高くしてるからこればっかりどうしようもないね。仕入れが高くなってくるから抜けないな。ちょっと待ってくださいよ、今一瞬レンバ入れて。硬いね。抜けた、抜けました。はい、よーい。で、このワッシャーね、外して、で、ここにオリーブが入ってるね、これがね、結構硬いんですよね。これがすごく硬いの。で、このオリーブがなければこのオリーブね、これ外して、でこれ入れる、そんななければそんなに重くないですよ。スムーズ、うん、といってもね、あれですから、これグリス一回ね、きれいにして、で、こう拭いちゃってね、そしてここのところにベルハンマーを塗って一回ね、でこれを回して、ここの部分もね、当たるんでね、そこの部分も少し塗んなきゃだからね。でスムーズに、どう思いますか、あるんですかね。ないんだよ、声かかってない。かけてもらう、聞いてみよう、うちも欲しいんですけど。そういう話が、入るって話がなかったらね、かかんないでしょ。栃木の方ね、書いてあったんですよ。2022年2月頃の入荷予定、再入荷、はい、いいっすよね。走行44キロっていうのがね、中古、まあ中古ですけど売ってたんで、69万ぐらいでね、乗り出しね、そしたら和訳済みになってましたね。売れたんですよね。いいっすよね。中古よりうちの新車の方が安いっておかしいね。まずいね。それでね、やっぱりお店の信頼性みたいになっちゃうでしょ。それはやっぱりお店の違いだよ。ねえ。つって。その気がしてね、もうタクシーがいいんじゃないのって言われちゃったりしてね。やば。つって。よし。ちょっとね。ねえ。
動画なんかやってるとね、怪しいじゃないですか。怪しいな。いろんな人に電話してね、本当にいるんですかとかね。いますいますって。あとね、ありましたよ、いろんな。時間かかりますって話してたんですけど、1ヶ月ぐらい、1ヶ月以上かかるんじゃないですかね。本当に来るんでしょうね。いや、来ますよ。1ヶ月ぐらい、1ヶ月弱、3週まだ2、3週間しか経ってないかと思いますからね。ああ、こんな気がね、早いというか、ね。どうも、つって。もしかして、そのまま音沙汰なしなんてことはないでしょうね。いやいやいや、それはないと思いますよって。ないと思いますよって変だけどね。ないですよって。動画やってるしね、毎日それだともしかして本当はいないんじゃないかってね、騙されちゃったりしてね、怖いですね。ということで、まあ、動画だから動画で動画を休んでしまうとね、あれ怪しい、もしかして逃げたんじゃないかと思われたじゃないですか。 ね危ないですよね。そうね、けど一応ね、動画があれば、ね、流行ってるんだなっていうね、っていうんじゃなくて、こういうふうにやってるんだなっていうことを、あの出張ね、あれしたいだけの話なんですよ。何やってるか分かんないっていうのは一番良くないから、あ、こういうことやってんだなっていうのをちょっとね、うちもね、動画をやってとりあえずなんとかね、ここまでなんとかやってるだけだってね、他のお店とかが動画始めたら、いろんなところがね、もう見向きもされなくなるのが目に見えてるでしょ。そうなると何か考えなきゃいけないんですよ。そう、何かね、日本のメーカーがね、動画やった方がいいです、動画やった方がいいですって、あの各販売店にね言ってるみたいですよ、営業がね。そう、あの特に何派系の何派系、そう、何派営業の方とかね、やっぱほらあれ見てんじゃないですか、ほら何でしたっけあれ、なんとかなんとかとつかみたいなね、そうやってるじゃないですかね。だからそれで成果上げてるからやった方がいいですよっていうね。でもあの人、ほらあの人だからだって、あれ仮に山じゃなくてもいいんですよ。あの人だったら多分他のメーカーもねやってても、いや仮にね犬とか猫とかね、もしかしたら車やってたとしても多分見てくれるんじゃないですか。そういう世界ですよね。だからじゃ あのそのメーカーに魅力があってとか、店に魅力があってっていうよりも、どちらかというとその人に魅力があるみたいなね、ことになっちゃうとね、やっぱりそれぐらいのあれでしょ、もうあれぐらいのレベル、あの肩書ぐらいのレベルになってくるとね、10万人とかですから、そうなってくるとちょっともう質が違うっていうかね、そういうね世界があったら、だどこでもどこのお店でもとにかく動画やればということはないですよ。そんなあまり変わらないもんじゃないでしょね。もしくはほら、ああいうね、原付きのね、ああいうのとかね、ああいいですよね。そう、ああいうのだったら、多くの人がやっぱりね、見てもらえるっていうね。そして、あれぐらいになってくると、多分おそらくあのぐらいになってくると、収益がすごい、うんうん、車両の売り上げ運動っていうね、うん、それ以上にやっぱり動画のね、うん、そういった部分がかなりウエイトを占めてくるんじゃないですか。さらにほら、いっぱい再生回数もね、っていうことは、注目を浴びてるっていうことは、メーカーも、ね、そう。で、ほら、中古車だけですってね、基本的には中古車ですってやってても、やっぱほら、メーカーとしては、ね、新車の、やっぱあれをね、ちょっと、提供したり、なったりっていうね、
そういうことにもやっぱりつながっていきますよね。そうするとこうどんどん広がってね、広がっていってで、やっぱりただのあれじゃない、つまないっていうね、うん、キノコのスクーターはね、あれしてくれればいいですけどね。そしたらもっと人気が出るんじゃないかね、うん、そうね、今はねこうマスメディアに出してね、乗っていわゆるそういうプロの人の、あのね、もちろんまあそれもいいんですけど、そういうんじゃなくてそういうね、いわゆる YouTuber と言われてる方に宣伝してもらうっていうね、っていうか宣伝じゃない、宣伝っぽくないんでね、ただ紹介してもらうだけでそれが宣伝になるっていうね、そういうあれじゃないですか。ちょっと逆にそういう方がよりこうあんまりプロプロしてる人がこうこうこうでっていうよりも逆に説得力があるっていうかね、うん、なんとなくね、うん、あれ何だ挟まってるから、そんな気がするんですよね。あんまりいかにもプロの方があれするよりも、まあ、それも重要なんですよ。それも重要だと思いますけど、やっぱりそうじゃないね。ね、ほらキムコの車両とかね、やっぱりほら今特に日本のメーカーがね、物がない、ね、って言ってる時だからすごいチャンスなんですよ。チャンスなんですけど。それを生かしきれてないような気がします。物がないんだから欲しい人にとっては今すぐ乗りたい方にとってはたまんないでしょ。欲しいね、乗れる、すぐ乗れるっていう車両があった方がいいじゃないですか。あとやっぱ販売店が率先してね、こう一生懸命売ろうとしてないっていうのもあるのかもしれないですうちですか。そうですね、うちもね一生懸命やってますね。うちこの年はやってますね。ね、欲しい、やってますよ、頑張ってますよね。ダメだ、いやって言われそうだ、足引っ張ってんじゃねえかってね言われたら困っちゃう。そんなちゃんとやってるじゃないですか。いやそうで、何よりもやっぱり今ね、ね、売れてないもんね、キムコの車両ね、なんだかんだ言ってね。そう、問題はそこですよ。私売れてないので大丈夫ですか。大丈夫ですか。あれですよ、本社は多分ね、苦手ね、もうなんだよって思ってると思いますよ。いや日本だからって言ってもね、いや日本は特殊ですよ、ホンダ、ヤマハ、スズキさんがありますからってね、そうは言っても、でもともとほら日本って売れるとこじゃないんですよってね、それぐらいのこと言わないと、じゃあなんで始めたんだろうなみたいな話になってくるんだろうけど、考えてみてくださいってね、日本で登録される1年間に登録される台数と、全ての車両ね、オートバイの台数と台湾国内の台数一緒なんですよってみたいな、いやキムコさんの台湾で売ってる車両だけって変わんないんですよって。そう、キムコの売ってる台数と変わんないんですよ。30何万台でしょ。キムコも台湾で30何万台売ってるみたいなんで、ね、違いましたっけ。なんかそんな感じですよね。だから台湾ってすごい売れてるんですよね、バイク、まあ、スクーターですけど、ね、ほとんどね、うん、売れてるんですよね。それ考えると日本ってね、まあ売れないよね。そう、だそういう国なんですよ。それなのにそこにね、打って出ようとするね、そこがねそう、台数、まあ、例えば年間1000台売れればもうすごい儲かるくらいのあれじゃないとまずいんですよね。でこのね、売れないって言ったやつでしょ、ね、そういうのね、BDS リポート読んだでしょ。去年1300台って言いましたっけ。その前が1200台、100台ぐらい増えた。まあ増える、少しずつ増えますよ。販売店が増えればね、その分増えるっていうね、ありますけど、年間1300台とかね、はっきり年間1万台でも少ないと思いますよ。え、ずいぶん売れちゃうん、1万台売れたらすごいんじゃないのと思うでしょ。だって CT125、1年で1万台以上売ってるんですよ。単体ですよ。PCX は多分もっとって言うんだよ、出た瞬間からドワーって売れたでしょ。ホンダほとんどホンダですから、日本の車両のね登録のほとんどがホンダですから、それぐらい売れるんですよ。
ホンダはね、うん、そう、そういう世界なんです。だから仙台とか話にならないんです。リッターバイクだったら仙台売ってればおおってなりますけど、あんまりこういうこと言うとねあれかもしれませんが、 GP125 仙台売ってもそんなに儲かんないと思うんですよ。もともとの儲け少ないから、ね、ただやっぱり安いやつだからね、うん、まあ、単純に考えてね、例えばね、まあ、リッターバイク1台売るのと GP125 10台売るのと多分あんま変わらないじゃないですか。下手すればもっと低いかもしれない。それぐらいなんですよね、うん、全額利益だったとしてもね17万5000円でしょ。それないわけだから、それはありえないんだから、ね、ありえないんだからね、うん、そうするとね、そういうことですよ、ね、でもリッターバイクだったら100万するバイクだったら、ね、200万するバイクだったら1台ね、たとえ1倍の利益だったとしても200万だったら20万でしょ。でも1倍ってことはないわけですよ。儲かりますよね、単純に普通に考えたらよ、うん、そういうことじゃないですかね、メーカーとしてね、うん、やっぱりだから高級路線行きたくなりますよね。売れる台数限られちゃってるから。そう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 、結局乗る人ってもう決まっちゃってるんで、人数がね、そんなに新規どんどん増えないんで、そうすると乗る人って決まってるから取り合いになっちゃうんですよね。通貨みたいなもんですね。通貨みたいなもんですか。そういうのはねちょっとね厳しいですよね、うん、そうすると、うん、なかなかね。でも私はキュンコに人生を、どうせどっかの人だよね、山に人生をかけてるんでね、そういう人は素晴らしいですよ ね。すごいよな、よくヤマハね、なんとなくヤマハも不穏な、ね、感じがしてね、なんとなくだん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 とね、危なくなっているような気がするのは私だけですよね。 そんなことないね。すごかったもん、岩田行ったり、あんだけのあれだったらもうねえ、儲かって儲かってしょうがないんじゃないかってね。他の国でね、日本では分かんないけど他の国でね、いろいろねあります。だから AK550 あれ売れないでしょ。そうそう、ね、AK550 売れた方がいいと思うんですよ、キムコさんにとってはね。ダウンタウンもそうですけど、ダウンタウン125とかね、あの手のがやっぱりいっぱい売れた方がキムコさんにとってはいいんだろうと思うんですけど、だからやっぱりまあ T-MAX も売れないからね、そんなにね台数出てないと思うから、ましてや AK はなかなかね難しいだろうけど、でもそこをなんとかね頑張る、なんか考えなきゃいけないですよね。広告、ね、宣伝、うん、ね、何がいいですかね、 何がいいですか、あれがいいですかね、週刊なんとか TV にスポコマーシャル出す。何のあれにもならない、ね、何のあれにもならないかもしれないですね。それはひどいな、ね、多分あんまりメリットないような気がするけど、それでもやっぱり周知のあ、まあ、レビューしてもらうね、彼らね、そうだね、やっぱり宣伝してない方がねいいじゃないですか。すげえ高いんだろうな。ね、高いんじゃないのね、やっぱスポンサーの絡み、うん、いや何だろう、ね、大体出されてるのはあそこにね、スポンサーを出してる日本の4社プラス川崎もないね、川崎のバイクってやんないですね、大体やんのホンダ、ヤマハ、スズキですね。おそらくあれね、なんとか店ね、夢のお店とか、アンフィニさんでしたっけとか、あとね、スズキさんが提供してるだと思うんですよね、うん、川崎さんないね、そういう車両に乗ってるんですよね、うん、あそこに、まあ、スポンサーになってるからディーラーはね、
そのディーラーに行くっていうね、あれは過去にありましたけど、ほんまに車両のね、あれないね。ないんだね。売れるからだな。宣伝する必要がないんだよね。そう、そういうのがありますよね。もしくは、物がないから、今そんな一生懸命宣伝しても、もう売れないから、車両がないからっていう話になってる、ね。ちょっと欲しいですけどね、川崎さんのね。私も乗りたい。うん、ね。そんな。自分で乗りたいみたいな。なんかね、CM やるのなんですよ。CM っていうか、なんか宣伝しないと。なんかいい方法ないですかね。そう。だからですね、有名な、やっぱり木場さんか。木場さんに頼るしかない。木場さんに提供してね、これで。そういう、忖度ないレビューを、忖度したレビューをしてください。ね。みたいなね、とかやるとかね。いろんなね、いますけど、どうですかね。さあ、そしたら、ね、これ今、緩めてあるんで、あれなんですけど、でこれね、私のように、私が思ってもどうしようもないんですけど、こうだよね。こう。ね、こうなんですよね。こうなんですよ。何の話なんですって感じですけど。こうなんですよ。そうなんですよ。どうなんですよ。こちらは USB とかがないから、このままね。アルミが少しあれしてる。これはね。休みなんだよな、うち。よし。さて、そしたらば、少し緩めたんで、ガタはなし。ガタなし。ガタなし。ガタなしのとこまで緩めて、そして、締めると。最初の段やりそれでやっぱりね、締めた分だけ 重くはなってますけど、とてもまだこれだったら、いいですかね。もちろんこれだったら、はい、よし、そしたらホイールを戻しますか。ホイールを戻して、ね、ブレーキは、あ、そうか、まずブレーキを先にケーブルを止めてからパネルにね、ホイールにつけてやってる段階で戻そうとするとね、なんかね、うまくいかないんですよ。難しいんですよ、これ。過去に何とか失敗を2回ぐらいやってるかな、失敗。うまくいった。うまくいった。よし。よかった。よかった。ね、失敗するたくさんですからね。よいしょ。そしたら、戻すんですけど、こっちから入れてから戻そうかな。こうやって。
そうしましたら、出ますか。そしたら金庫に電話して行きましょう。あれ